あの名画のサイズ当ててみた。モナリザのサイズ。お、モナリザ？モナリザ。これくらい？全然違う。私がやってきたのは徳島にある大塚国際美術館。ここは西洋絵画約1000点を陶板で原寸大に作品を再現している美術館なんです。普段画面越しでしかなかなか見られない名画の実寸を当ててみました。一緒に考えてみてね。ラスメニナスのサイズは手の幅2個分くらい。2個分ね。だからこれくらい、はい、おー、はい、いいんちゃう、いいんちゃう。ほんとだ、ちょっと待って、ほら今ちょっと飛んだよねモネのね、印象日の出という作品ですね。めっちゃ大きそう。え、これくらいかな。ちょっと待って、え、ちっちゃい。そうなんですね大外れでした大外れです。夏は涼しい美術館で過ごしませんか？ぜひ行ってみてね。